はい、どうも皆さん、TC スンです。さて、やっていきたいと思いますが、何使いましょうかね。窓線の残像。窓線じゃん、なんだっけこれ。バーか。バーの残像。はい。使っていきましょう。まあ、動画撮ろっかなって思って、シェア機能のボタンを押したらいいですが、全然使う武器決めてませんでした。はい。だからさっき決まりました。はい、やっていきましょう。まあ、それは置いときまして、皆さん。私ちょっとお母さん、爆撃か。お、ち、いや、まあ、おはばく中毒やな。そう、中毒。ちょっと私、お母さんに怒られまして。あんたゲーム中毒なんじゃないか。まあ、夜な夜な実況してるわけですよ。で、お母ちゃんがね、ちょっと新聞紙をドヤーって広げて、そのゲーム、まあ、昨今話題のゲーム障害ですか。はい、それの記事を見せてきたわけですよ。で、そこに書かれていたのが、まあ、ゲームのために昼夜逆転する。いや、昼夜逆転してません。私、社会人ですからね、意識高いんで。はい。敵の騎兵を発いるな。ちょっと反動でかいな、やっぱ跳ねるな、ザンゴ。はい。まあ、やっていきましょうか。で、昼夜逆転の話なんですけど、まあ、まだ私、まあ、夜中のだいたい12時から、3時ぐらいまで、ね、ゲームやってます。まだまだですよ、その3時とかね。だって、暗いし、ね。全然夜中でしょう。はい。その次。ゲームを全ての利益において優先する。なるほど。まあ、正直っすよ。ゲームやってた方が、学校じゃねえわ。職場で残業するより、ぶっちゃけ儲かる。あらゆる利益のためにっていうのはちょっとおかしい。実際利益が伴ってるんで、YouTube の収益で。これは理にかなってる。これも全然セーフね。その次ね。物に当たる。まあ、まだまだっすよ、私なんて。いくらイラッとしたからといって、まだね、コントローラー4つぐらいしか壊してなくて、4つぐらいしか壊してなくて、まだ壁に一発大穴開けたぐらいですから、パンチで。はい、もう まだまだっすよ。はい。で、あとなんかいろいろとなんか症状が言われてましたがね。はい。あとあれか。なんかゲームに対して暴言を吐くとかですか。ちょっとね、屈伸された時とか、煽られた時とかね、外人、まあ、ちょっと日本のサーバーが、ちょっとね、かそってたり、空きのサーバーがなかった時に、ちょっと外サーバーで、ね、無双しちゃってね、外人から、メッセージの欄でね、ちょっと、お前、自分のサーバーに帰れみたいなことを言われた時ぐらいしかね、私、暴言吐きませんから。はい。非常に平穏な心を持ち合わせてね。はい。まあ、それを踏まえてね、総合的に考えるとね、まあ、客観的に見て、バリバリの政府ですかね。はい。というわけでね、まあ、今回は、ちょっとまあ、いらぬ誤解を与えてしまっているこういうゲームですが、おい。というわけで、まあ、今回はね、まあ、健全、もう素晴らしい、もう BF というのは世界に誇れる文化、もうカルチャーっていうのを、そのゲーム紹介とかね、認定している汚ねえ大人に見せつけていきましょう。こんなに熱くなれる試合を、我々は、大人たちはね、まあ私も 29って言えば割とおっさんなんですけど、それを見せつけていく。まったく何でもかんでも障害とかね、もう名前つけて、いや、ちょっと、これはクソエイム中毒ですね。クソエイム障害ですか？はい。見せつけていくっていう。まったくもう適当に名前つけたり金取れると思って、何が WHO が、まったく。お前は WHO ならな、私はな。ダメだ、ちょっと何も思いつかねえわ。はい、というわけでやっていきましょう。
で、なんかのまとめで見たけど、まあ、ちょっと話戻るけど、なんか20時間やってたら、なんか、週に20時間やってたら、もうゲーム障害だし。いや、あなた、現代人の8割が当てはまりますよ、そんなの。ねえ。まあ、私もね、まあ、ちっちゃい頃は、いずれゲームやめるのかなって思った。中学、高校生ぐらいの時。うん。当時、プレステ2やりながらそんなこと思ってました。しかしまあ、現在30手前になりかけても、なりかけてもっていうか、なってるな。30手前だな、バリバリ。29歳だから。ねえ。はい。まあ、ゲームやってると。うん。で、しかもそれで、あれだ。もう利益になっちゃう、それが。素晴らしい世の中になった。はーい。無理だ、あれ。バイポだ。で、まあ、しかしですよね。WHO さん。ちょっと周り見た方がいいんじゃないでしょうか。邪魔。僕ね。バーではきついか。弾がね。アメリカの健康センターみたいなところあるじゃないですか。うん。あそこちょっと見てくださいよ。なんかゾンビ対策って言っちゃった。対策マニュアルとかあるらしいんですよ。いや、ガチで。ね。もうバリバリのゲーム脳じゃないですか。なんか国家レベルで。こっちいない？来てないか。来てるな。戦車がいるぞ。はい、やはり。戦車中毒もいるんで、ちょっと一旦引きますか。はい。で、他には。あ、芋中毒ですね、ここに。一応芋中毒がいたんで、ちょっと買ってやりました。はい。で、こっちに、また芋中毒ですか、あれ。ちょっと、陛下見えませんでした。また芋ばっかりですね、ちょっと。芋障害の方だから、ちょっと、非常。あ、ちょっと、これ。じゃあ、私の、リコイルコントロールにも、なんか中毒入ってますね。はい。リコイル、ちょ、意味不明ですね。やっていきましょう。で、次はチャーリーかな。はい、こんにちは。いや、私ちょっと、腰打ち中毒なので、ね、申し訳ない。はい。なんかいるな、いっぱい。うん。エコーの奥側が、てか脇か、これ。ちょ、右側から、教えてみるか。スポットつってないだけで、やっぱりな、危ねえ！ちょ、待って！くそ。ちょ、待て。とか言ったか。とりあえず、まあ、置き土産だけ置いてって。あ、ナイスフレア。ないっぽいな。まあ、ステルスで持ってるって可能性もあるけど。さあ、どうしましょうか。うん。まあ、こっちは腰打ち中毒なんだね。できれば、石鹸戦を仕掛けていきたい。さて。ちょっと振りか。やばい、ああ！だいぶ、ちょっと、横着でしたね。うん。ちょっと、だいぶ横着中毒でした。申し訳ない。やっぱ拠点1個だけとなるとしつこいですな。ちょっと何やってるのかな。もうびっくりしたぞ。あのタイミング、あ、いや、出たい。ちょ、わけわからん。左にもいた。で、とりあえずこっちに入った看護兵か何かを追っていきたい。いた、待て。はい、なぜでしょう。私ちょっと閉所中毒なんで、いや、申し訳ない。うん、これ非常に申し訳ない。はい。で、あとはちょっとやっぱ派手るな。バーはやっぱり塹壕でもいいけど、塗装一択だな。やれないか、これ。やめた方がいいか。ちょっと撤退。さあ。いるか、まあ、やるか。あ、嬉しい。あ、それであの、デスラッシュ中毒の私に、慈悲を、蘇生を、お願いします。あざっす。あれだっす。いや、いいっすね、皆さん。うん、あの蘇生中毒な方々が多くて非常に助かっております。はい、だいたいね、ゲーム中毒って言うけどね。はい、かでも待って、ま、ちょっと待って、ゲームなんて、もあれ軽い方でやで、中毒の中じゃね。え、まあ、世の中じゃ、ね、何ですか、まとめ記事で見たけど、なんか、フォートナイトするために、ペットボトルにおしっこする9歳児ぐらいの女の子もいるらしいですけどね。はい。まあ、そういう、ガチでやばいのは置いといて。ゲームで中毒になってしまったから、なんだというんですかね。これ、いない？これ。泣き殻だけ。あ、泣き殻だけ。ではない。まあ、もう全然ね、もう余裕な方です。はい。
私自衛官の頃ね、あの現役の、はい、もう毎日猛毒、まあ、毎日ではないか、毎日ではないけど、まあ、大体休みの日はねパチンコ行ってたんですけどね、その時に作った借金、借金ではない、負債、借金作って使って、あ、作ってたらやばいわ。いくら、まあ、いくら負けてたか、ね、パチチ、まあ、パチンコ中毒 T 指数、実に、ほんと、100万は負けてた。ね。それに対して、なんすか、ゲーム。上手くなったらさ、YouTube 出して、動画出して稼げばいいじゃないですか。はい。あ、男性の皆さんは大好きな、あの、エッチなお店。一回行くのに、2万円ほど。ね、かかります。しかしね、今バトルフィールドシリーズをやり始めた私はもうなんかいろいろと面倒くさくなって、あ、ナイス、もう右手だいぶリーズナブルね、皆さん。そしてお酒で、これももうバトルフィールドシリーズをやり、なんかやばいのがいい。バトルフィールドシリーズをやったおかげでですね、もう会社の飲み会の時にしか飲まない。うん。もうさらには、あの、初めの初一杯の完売で、ちょっと待って、ちょ、嘘やろ、いきなり、あの、カルーアミルクを頼まなくなりました。これもすべて、あの、バトルフィールドシリーズのおかげですね。はい。あの、誰が何と言うと、バトルフィールドシリーズのおかげですよ。はい。クソ M 障害。なんか、グダグダ死ぬやつじゃねえ、これ。あ、生きてる、いや、え、そうですね。ちょっとグダっても、あの、生きていける。これはすべてもうバトル、ちょっとね、あ、お、君だ、ちょっと、爆撃中毒なんじゃないかな。うん。まあ、このマップ自体爆撃マップなんだっけ。はい、ラッキーキル。まあいいや、とりあえず、まあ、ブラボーが取られているんで、ちょっとね、うん。あの、ブラボー中毒の敵を仕分けに行きましょうか。はい。で、こっちになんか撃ってたのが、違う方。OK。で、なんか看護兵がいたんで対処したい。よし。で、お、びっくりした。びっくりしたな。あの援護兵。射線の判定中毒でした。あの、やめとこう。はい。こっち ?OK。でも私、ちょっとキル中毒なんで、このチャレン音とヘッシュの課金音が聞きたくて、まあ、BF やってるところがあるんでね。はい。まあ、頑張ってキルしていきましょう。で、ブラボー。主役完了。で、脇は奥の方になるはず。やはり。敵も、じゃあの敵ちょっとあれ、なんか申し訳ない。あの、俺と同じクソ M 中毒だな。いや、OK。筋じゃったか、危ねえ。で、こっちに。はい、ウェルモット。再送電。ちょっとバーは、リロード頻度やばいな。うん。継戦能力障害ですね、バーは。はい。まあ、アナイアレーターみたいに、もうちょっとリロード早ければ、かなり強い武器だったんでしょうが、まあ、はい。いいでしょう。やっていきましょう。で、どこですか?あとは、いないっぽいな。まあ、敵も、大型兵器を、駆使して、果敢に攻め込んできている。もう、それに応えてあげるしかあるまいて。まあ、残り100チゲを切った。頑張っていきたい。あの距離やれるか。まあ、7割以下だったんだけど。ちょっと、この、やっぱりバーは強いな、開けたマップでは。うん。いや、めっちゃ突撃歩兵使いて。OK。うん、やりますね、バー。で、あとはこっちか。OK。ありがとう。で、ちょっと私が前線か。ここは味方が前進してくるまで、ちょっと、ちょこちょこ前進しつつ。
対処していきたい。さっきの機関銃が気になるな。バイポ立てて待ってるんじゃないだろうな。まあいいだろう。前進する。チャリソ出力かーい。頑張ってみかだ。やばい、くそ。おお、ちょっと突撃中毒ですな。はい、さあ、ということあるかな。せめてあと2、3キルで60キルだと思うが、うん、ちょっとキル中毒の私にキルを保れ。これいるっしょ。いる。あ、やばい、近づきすぎたが、やばいか。ちょっと、くそ、待って、こうやって60キルか、違うか。60キルいっただろ、いった。あ、やばい、やばい、ちょっと60、いってない。よっかーい。バー残豪ですが、強いね、やっぱ。うん、そういうけど突破だともっと強いんだろうな。はい、というわけで、成績見ていきましょうか。なんか乗った再補給。あ、いや、まあ私再補給中毒なんでね。いや、全然いいかなと思っております。はい、まあこんな感じで皆さんもゲーム中毒には気をつけましょうね。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。